ます。今日の逆再生言葉はこれです。アハエメアハエメアカアハアハ。じゃあ逆再生で見てみましょう。じゃあね。はい、愛子さん、ニューシングル「青空」発売中なお。アライサイクルメンテナンスです。緊急なパンクの修理とか、自転車の修理を受けたまります。ご連絡お待ちしております。よろしくお願いします。週1回のバスタイムです。バスタイムって浴槽ね、あとシャワーなんで、よろしく。5秒、1、2、3、4、5。じゃあね、待ってね。サブカメラ、どうも。はい、せーの、はい、よいしょ。はい、待ってるよ、メインさん、ね、はい、メインです。サブくん、今日も落ちてきたかい？今日も、今日は何？はい、おはようございます。おはようしゃけます。4月12日、今日は世界宇宙飛行の日です。ということで、札幌の天気は晴れ、最高気温が8度と、まあまあ暖かいんで、散歩なりでジョギングもいいかもしれません。今日休みの方はゆっくりと、そうじゃない方は、頑張りましょう。ということで、今日もよろしくお願いします。それじゃあ、またね。はい、ソーラードラゴン YouTube で、2月25日から新しいやつ公開されております。私も協力して、最後にエンディングテロップに名前も出てます。はい、ここで、ここにいます、僕の名前。ここにいます。ぜひソーラードラゴン短編映画ヒーローへの道っていうとこ、ヒーローの道にね、いますんで、探してください。じゃあ、またね。じゃあね、これアイコさん新曲青空発売中 NOW。 はい、コメントお手紙お待ちします。じゃあね。